妻、ゼノビアを殺害しようとするラダミストゥスラダミストゥスは、51年から53年、54年から55年に、アルメニアを統治したイベリア王国の王子、強奪者、先制君主だったと考えられ、パルティアが支援する反乱によって倒された。タキトゥス、年代記、第12から13巻に記されている。イベリアオファーズマン一世の子ラダミストゥスは、その野心、美貌。 武勇によって知られている。息子による散脱を恐れていた、ファラスメナス一世は、ラダミストゥスが王子でありギリの父親でもある、アルメニア王ミトリダテスに対して、戦争を起こすに違いないと思っていた。ラダミストゥスは、イベリア人は大軍を率いて侵略し、カイリウスポリオ将軍と百人隊長カスペリウスの、指揮するローマ帝国が駐屯していたゴルネアスの、要塞までミトリダテスを追いやった。 ラダミストゥスの賄賂に心のぐらついたポリオは守備隊に降伏を説得し、ミトリダテスはやむなく、追いに引き渡されることに同意した。ラダミストゥスは非暴力の約束をしたにもかかわらず、ミトリダテスとその子を処刑し、アルメニア王になった。ローマはアルメニアの味方を援助しないことに決め、名目上ラダミストゥスにアルメニアから去るよう要求した。 カッパドキアのローマ総督パエリングヌスはアルメニアに侵略し国土を略奪した。シリア総督クアドラトゥスは治安回復のため部隊を送ったがパルティアとの戦争を回避するため呼び戻された。パルティアをボロガセスイッセイはこの機会にアルメニアに軍隊を送りイベリア人を追い払った。冬が来てパルティア人はアルメニアからの撤退を余儀なくされ、 その結果、ラダミストゥスの復権を許すことになった。ラダミストゥスは、パルティアに降伏した、アルメニア諸都市を裏切り者としてはした。罰された、諸都市は反乱を起こし、ラダミストゥスに変えて、パルティア王子を、アルメニア王切り立てスイとした。ラダミストゥスは、ミオモの妻、ゼノビアを連れて逃亡したが、そのゼノビアについて、タキトゥスはロマンティックな物語を語っている。 長い時間場に乗っていることができず、ゼノビアは敵の手に落ちるよりはと、夫に自分を殺してくれと頼む。アラス川の川岸でゼノビアは刺され置き去りにされるが、一命を取り留め、数人の羊飼いたちに発見される。羊飼いたちはゼノビアを、キリダテス一世の王宮に連れて行くが、王はゼノビアを王族として、手厚くもてなした、という話である。一方、 ラダミストゥスは、イベリアに戻ったが、すぐに不王に対する陰謀を企て、不王によって処刑された。ポール・ボードリー、発見されたゼノビア。ありがとうございます。